休日、まあ結果関係なく、まあ全部の試合、まあいろんな結果があるのは当然のことで、まあそこから良くするかとか、まあ課題も見つかってるし、まあそれは全部成長につながると思うんで、まあ充実した、今までここまでの8節は充実してますね。チームの中で、どう守るかとかそういうのは、まあ、やっぱりチームスポーツですし、一人じゃ守れないところは絶対あるんで、まあ、これだけ、まあ、選手が、まあ、ここで勝てる選手がいるわけで、それもっと簡単に、勝ち点を重ねられるんじゃないかなって思うので、まあ、こういう攻撃も守備もなんかチームとしての連携っていうのをもう少し、まあ、あと決まり事とかそういうのをしっかり、浸透させて少しずつ成長していけたらなと思います。まあ、ゴンちゃんとか高橋君っていうのも最年長の人たちが本当にサッカーに対してすごい真剣だし、まあ僕らの意見も聞いてくれるし発信もしてくれるんで、まあ、そこはサッカーに対してみんな良くしようっていう気持ちは本当にあると思うので、まあ、あとはまあ秋葉さんも含めてその意思というか統一していけたらもっとより良くなるんじゃないかなと思います。まあプレッシャー山形戦かからなかったっていう話も秋葉さんとして、まあそこで、プレッシャーかけてほしいっていうのも個人的に伝えられてたので、そこはまあ意識して自分がスイッチとなれるように、まあ、カンタと話しながらカンタを動かしながらっていうのを、まあ、そういう役目を秋葉さんは求めてたのかなと思ってます。やっぱり点を取って点を守るっていうスポーツなんで、まあ、そこの最後のところをできる選手がやっぱり評価されるだろうし、まあ、そこは大事なとこだと思うので、まあ、そこはできなかったのは残念ですけど、まあ、高橋君みたいに、まあ、ああいうプレーが同じようなプレーが僕にできるとも別に思ってないし、そこで勝負しようともそんな思ってないんですけど、まあ、なんでまずは、まあ、久しぶりにそのポジションやるっていうのもあって、まあ、守備を、まあ、自分にできることを、まあ、しっかりやろうと思って、試合に入って、まあ、守備のところは、まあ、ある程度うまくいったかなっていうのは思ってます。まあ、攻守一体みたいなのをよく言ってますけど、まあ、奪われたらすぐゲーゲンプレスに行ってっていうのとか、まあ、それは、秋葉さんは常に試合前とかも練習でもミーティングでも言ってるので、まあ、そういうところは少しずつ意識して、まあ、やっぱりそこは大事なところだし、戦うだったりとか走るだったりとかそういうのが結局一番大事で、まあ、調子良くない日もそういうことができたら少なからず貢献できると思うので、そこは全員が、まあ、そこは意識してやるべきなのかなと思います。まあ甲府は本当に自分の、まあ、プロ生活始まったクラブでもあるんで、まあ、そのサポーターの前でプレーするのは楽しみだし、そういう自分が成長した姿を見せなきゃいけないとも思ってます。まあ、でも今は清水の選手なので、まあ、そこは勝負にこだわっていかないといけない世界なので、まあ、もちろん清水のために戦うし、まあ、清水も本当に自分にとって、大切なクラブなので、
今は清水のために戦うっていう勝ち点を持って帰ってくることを考えてプレーします。やっぱり宇高選手が、まあ、一緒にやってて、まあ、90分通してずっと、まあ、相手のミスだったりとか相手の背後のスペースだったりとか、まあ、味方のクリアボールだったりとかをずっと狙ってる選手なので、まあ、どんだけ89分良くても1分のミスで仕留めてくるような選手なので、そこはやっぱり警戒しないといけないと思います。まあ、純粋に変えてることは自分が思っていることだったりとか、でもやっぱり清水のサポーターの声援っていうのはやっぱりすごいなと思うし、本当に力にはなってるんで、いや本当に誇らしいですね。難しい試合が続いていて、まあ甲府戦も簡単な試合ではないと思いますけど、まあ、必ず勝ち点3を持って帰ってきたいと思うので、一緒に戦ってください。